まあ、ルドン自身ももともとボルドー出身でして、まあ、お母さんはアメリカからやってきたっていう人なんですが、パリに渡った芸術家の中で言えばある意味異邦人なんですね。でそういったあのルドンだとか他の作家が新しい芸術を見つけ出す、見出して取り組んでいく中で、一方では心の拠り所とした、心の故郷だったりとか風景というものがあるはずだろうというふうなもとでこの構成を組んでいます。ペール・ルバードというのはルドンの家族が持っていた荘園の名前です。あのブドウ園というふうにも言われたりしています。ルドンの家族はボルドーに住んでいたんですが、幼少期にこのペール・ルバードでルドンが育ったということで、その後のいろいろなあの光ですとか影の考え方、それから少しこう叙情感があるというか物寂しい感じ、そういったものを黒の創造の場となっていきます。でもう一つですね、ルドンにとって重要な土地というとブルターニュという土地です。近代化が進む都市の一方でブルターニュには古い民族的なものですとか懐かしいフランスの風景が残っているということで多くの画家を魅了した場所でした。ルドンにとってはちょっと風土的にあの暗い薄暗い感じがあまり好ましくないとか、そういったことも日記にあるんですけれども、例えばそんな中でバラ色の岩のように鬱蒼とした薄暗い中にもこういった美しい色彩を見出すといったようなイマジネーションの場にはなったようです。まあ、風景だけじゃなくてアトリエの中で制作をしながらあのどういったものを自分は描こうかっていった作品の中で、まあ、よく紹介している面白い作品がこちらの緑の円卓です。この作品には下に何層も絵が重なってまして、その時々のブラックが他の作品で表現しようとした技法、描き方というのがこの作品1枚の中で実験されているという、作家は作品として発表するもの以外にそうやって手元に置いて実験的にやったりとか修作として制作するものがありました。最初のルドンの風景画というものはまさにそれで、あの辺りにある風景画というのは売り物として描いたものではなくて、ルドン自身の言葉を借りると作家のためのエチュードというふうに呼ばれて、自分の手元に置いて眺めていた作品です。